ゴードン・ベネット・カップは1900年から1905年にかけて6度開催された国別対抗自動車レースである。国際規定に則っ,って開催された初の国際大会であり、モータースポーツにおいてナショナルカラーが定着するきっかけとなった。ジェームズ・ゴードン・ベネット・ジュニア、自動車レース黎明期の1890年代後半、フランスのパリを起点とすると市間レースが人気を博し、 新聞社が講演するイベントも行われていた。ゴードン・ベネット・カップはアメリカの新聞ニューヨーク・ヘラルドの社種であり、パリ在住の大富豪であったジェームズ・ゴードン・ベネット・ジュニアの発案により創設された。ベネットは国ごとの自動車製造技術を比較する機会として各国自動車クラブが参加する国別対抗戦という方式を思い立った。彼はフランス自動車協会に 純銀製の優勝杯を寄贈し、統一ルールを作成するよう働きかけた。また、観客が車両の所属先を判別しやすいよう、国別にボディカラーが決められた。これが、ナショナルレーシングカラーの起源となった。1900年に第1回が開催され、1903年の第4回以降ビッグタイトルとして大いに盛り上がったが、運営上のトラブルから1905年の、 第6回で終了することになった。ベネットは代わりに1906年に気球レース、1909年に飛行機レースのゴードン・ベネットカップを創設した。第4回大会に参加したチーム第4回大会の優勝者、カミー・ユ・ジェナッチとメルセデス第5回大会の優勝者、レオン・テリーとリシャール・ブラジエ第1回大会は1900年6月14日に、 フランスのパリリヨン間の 568km で行われた。フランス、ドイツ、アメリカ、ベルギー4カ国から7台がエントリーし、フランス製パナール2台が完走した。優勝者のフェルナン・シャロンの平均速度は約時速 62km だった。第2回大会は1901年5月29日にパリボルドー間の 527km で行われた。 エントリー台数が少なかったため単独開催とせず、フランス自動車クラブ主催のパリ、ボルドーレースに組み込まれた。イギリスの1台は、フランス製、ミシュランタイヤを装着したため、車両部品は、自国製という規定に抵触し、商店街とされた。結局、フランス車3台のみの出走となり、優勝者のレオンス・ジラルドのみが完走した。第3回大会もパリ、 ウィーンレースに組み込まれ、1902年6月26日から6月28日にかけてパリ・インスブルック間の 565km で行われた。フランス車3台とイギリス車3台がエントリーし、イギリスのセルウィンエッジのみが完走して優勝した。第3回までは参加台数も少なく注目度は低かったが、フランス以外の国が初めて優勝したことで、 ようやく国際的なメジャーイベントとして脚光を浴びることになった。参加国も増え、国によっては代表を決める予選会が行われるようになった。第4回大会は規定によりイギリスがホスト国となったが、イギリス国内では行動上でのレースが禁止されており、隣国アイルランドで開催されることになった。また、直前のパリ。 マドリードレースが観客を巻き込む死傷事故により中止されたことで都市間レースは廃止されキルデア県の公道を閉鎖した周回コースが設定された。1903年7月2日のレースにはイギリス、フランス、ドイツ、アメリカの4カ国から12台がエントリーし、ベルディー人、カミーユ・ジェナッチの乗るドイツ車が優勝した。イギリスではこれを機にレースを開催できる土地が求められた。 そこで自治権を持つ満島の行動を閉鎖して、1904年1905年にゴードン・ベネット・カップの選抜レースが行われた。これがきっかけとなり、英国伝統のタイトル、ラック・ツーリスト・トロフィーが創設され、1907年よりオートバイのマンシマ TT レースが行われるようになった。また、鉄道をバンダービルト家の一員で、 レース愛好家でもあるウィリアム・キッサム・バンダービルト2世は、この大会で惨敗した、アメリカの雰囲気を促すため、1904年に、バンダービルトカップを創設した。第5回大会はドイツがホスト国となり、1904年6月17日に、ヘッセン州タウヌス山中の集会コースで開催された。イギリス・フランス・ドイツ・ベルギーに初参加のイタリアと、 オーストリア・ハンガリーを含めて6カ国18代がエントリーし、フランスのレオン・テリーが優勝した。無名のテリーは主君の勝利により、一躍フランスの国民的英雄となった。第6回大会の開催権はフランスに戻り、ミシュランの地元クレール・モンフェラン周辺の周回コースで開催された。イギリス・フランス・ドイツ・アメリカ・イタリア・オーストリア・ハンガリーの6カ国18代がエントリーし、 フランスのレオン・テリーが連覇を達成した。しかし、フランス自動車連盟は、各国3台までという出場台数制限に不満を抱き、第7回大会の開催義務を放棄すると宣言。1906年には、ルマン近郊において、初のグランプリレースとなるアッコフグランプリを開催する。これをもって、ゴードン・ベネットカップは自然消滅する形となった。 ブルーの噴煙時ゴードンベネットカップ 1905CHAMPANELLE.net 2011年9月27日閲覧 ABC 交際 P41 蒸気自動車を規制する赤旗法以来自動車の行動利用条件は厳しく当時は20マイルパーアワー以上の速度を出してはならなかった1899年に電気自動車で 速度記録挑戦を行い、史上初の時速 100km 超えを果たしたレイサー。大久保137から139ページ。交際 PP74 から76。ルマン24時間レースが行われるサルトサーキットではなく、三角形をした一周 103km の行動周回コースを12周して行われた。ありがとうございます。